ペコです。アリアです。ピンク、ダテ、ティ、ビー、始まるよ。イエーイ。今回はですね、夏のおすすめアイテム5点紹介していきたいと思います。今の時期暑いのでぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それではどうぞ。まず第1個目はじゃじゃーん、これは扇風機ですね。ミニファン、ミニファンですね。これはクマちゃんの、ね、ミニファンで可愛いね。やっぱ夏は暑いのでどこでもこうやってふわーってやらないと、もう暑いのでこれは絶対に持ち歩いてます。次がですね、アイスゴールドボディタオル、ビオレのこのタオルです。これはね、なんか長細くて一瞬何って思われたんですけど、中にすごい冷たいタオルがあって、開けたらすごく冷たいんですよ。なので首とかにかけて使うこともできるし、肌とかを拭くのもできるし、ちょっと細長くてコンパクトなのでカバンにも入れやすいです。そしてアリアが一番おすすめしたいのはこちら、ドゥドゥン、見るかな、フレッシュリージューシードのネイルズインクフレッシュリールルルルキットです。2色あるんですけど、すごいねジューシーカラーで、スイカとこれはオレンジレモンみたいな色で、すごくね可愛いので夏にぴったりな色だと思います。可愛いでしょ。大きい。多分これをつけたらすごい夏も気分上がると思うし、色もすごい夏っぽいのでおすすめです。そして日焼け止めなんですけど、アイエが普段使っている日焼け止めはこちらです。これはね結構有名かな、サンカットトーンアップ UV エッセンス日焼け止め美容液。化粧をする前のなんていうの、下地にもできて紫色なんですよ。なので紫色は一番トーンアップができる色なのでおすすめです。めっちゃ可愛くない？ミッキー、ミッキーのサンカットプロテクト UV スプレー、スプレー型の日焼け止めで、頭皮とか焼けるときあるじゃん。頭の皮膚が焼けたら皮がめくれちゃってちょっと大変なことになるので、髪にもかけれるし顔にも体にも使える、全身使えるスプレーなので、これは髪とか体に使ってます。やっぱ髪に使えるのはいいよね。スプレー型めっちゃいいよね。そうそうそう、しかも可愛い。2つともサンカットだ。ということでアニアの夏のアイテム5点紹介しました。では次はエコへどうぞ。はい、じゃあ続いてエコのおすすめ商品5点紹介していきたいと思います。まず1つ目、これアリアちゃんとたまたまお揃いだったんですけど、サンキューマートで購入したクマちゃんのファンです。たまたま2人ともクマだったんですよ。アリアはサンキューマート、うん、ウサギもあるし、どっちもあって涼しいよね。あめっちゃ涼しい。なんか段階も分けれる。そうなんです、2段階あるから、しかも USB 充電だから便利です。はい、じゃあ続いて、学校の制服の時にかけるんですけど、シャツってなんかどうしても熱がこもっちゃってとても暑いじゃないですか。だからシュッシュッシュってやったら涼しく保てるよってやつなんですけど、学校で制服の人はぜひおすすめです。そしてこちら100均で見つけたやつなんですけど、瞬間冷却パックってやつで、叩くと15分間くらい涼しいやつらしくて、すごっ。なんか前1個試したことがあったんですけど、うん、保冷剤持ち歩いてるみたいな感じで、すごい涼しいのでぜひ買ってみてください。いいね、いざとなった時も。そうそうそう、めっちゃ叩いて可愛いんですよこれね、可愛い。キティちゃんすごい、100均すごい。もう一つこちら、サラサラパウダーシートってやつなんですけど、うん、変化する香りらしくて、ライムとピーチの香りで変化するらしくて、これ結構家にいろんな種類があるんですけど、グッとひんやりする、うん、なんか汗とか暑い時に濡れたなと思ったら、この辺拭いたりしたらすごくひんやりするし、いい香りもするからすごくおすすめです。え、匂いが変わるのはすごい。え、だってピーチとさライムってさ全然違うすごいよね。可愛いし味わえちゃう、うん、もう一つはこれめっちゃ気になった、これノーズミントっていうやつなんですけど、結構気になってて買ってみたら、待って、そういうやつ持ってるよ。え、マジで？あっちにあるよこれおばあちゃんが持ってて気になったので買ってみたんですけど、マスクに垂らすとその中がミントでなんかひんやりして鼻とか通気性が良くなるんですよ。だからそういう使い方するのか。風邪の時とかもこう当ててあげると、うん、そうなってなるよってやつなので、今の時期にもこれからの時期にもとてもおすすめなので、皆さん参考にしてみてください。普通に公園で匂ってたんだけどマスクにつけるのはいいね。ひんやり効果。ここが開くんですよ。そこ
こが開くんだ。そうで、ここから液をマスクにちょんちょんちょんって垂らして顔を拭いて、そう、え、使用使い方分かってなかった以上、私たちのおすすめの商品でした。みんなもね、気になったものがあったらコメント欄で入ってください。はい、2人ともなんか被ってたものもあったけど全然違うものもあって良きだった。特におすすめだよっていう、特におすすめだよということで、あとこういうカードボディシート、ね、あ、本当だ、あ、ビオレ同じ、うん、ビオレボディシートもおすすめです。おすすめです。これもこれもおすすめです。おすすめです。皆さん、この夏大変だと思いますけど暑さを乗り越えよう。おお乗り越えましょう。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。